衝撃。レクサスオーナーの特典がヤバすぎる。レクサスオーナーカードを持つ人間だけが受けられる素晴らしいサービスが話題に。おはこんばんちは。毎度、チャンネルついてるっす。カードをちらりと出せば見られる世界。レクサス社オーナーである証の、レクサスオーナーズカード。これこそが、レクサス認定のレクサス社オーナーの証。で、レクサス店で見せるだけで、レクサスならではのサービスが受けられます。まず、その代表的なものが、オーナー専用ラウンジ。で、ドリンクやお菓子が無料で提供されます。種類は店によって様々ですが、頼めるドリンクの中にキャラメルマキアートなど洒落たものが入っていると、それだけでオラ、ワクワクしてきたぞ。最近はユーザーがくつろげるようにカフェ風の店舗で商談や作業待ちのできるディーラーも増えていますが、ゆったりとしたソファーに一味違うメニュー。ワンランク上のおもてなしは、レクサスならではです。高級車の LS などの L シリーズ専用の、ハイソサエティオーナー専用ラウンジ、も存在するところもあります。JAL で例えるなら、桜ラウンジ、と、ダイヤモンドプレミアラウンジ、のようなものでしょうか。これらのオーナー専用ラウンジは、販売用の接客ブースとは全く違う、閉じた空間に置かれています。点検の時とかにとてもいいし、何も用事がなくてもブラブラ来ている人は多いでしょう。くつろげる空間づくりにますます力を入れすぎるレクサス店を見ていると、車と人との関係に何か新しい付加価値を加えたくってしょうがないようにも、車離れの将来に焦っているようにも見えますが、いずれにしても素晴らしいサービスです。他にもレクサスオーナーならではのすごい特典をご紹介していきます。レクサスオーナーなら駐車場を探さなくてもよい。どうぞレクサス店に駐車してください。繁華街などに面した店舗限定で役に立つサービスではありますが、そうした場所にレクサス車で乗り入れるならば、ぜひとも知っておきたいのが、お車を預かりサービス。レクサスオーナーズカードを持ってレクサス店に行けば、営業時間内なら無料で止め放題です。買い物や映画、エステ、あるいは病院など長時間かかる用事でも、駐車場代を全く気にすることがありません。何より、そうした場所で駐車場の満車マークが並び、駐車場を探してうろうろしている車や、着くのを待って行列を作っている車を横目に、レクサス店にスルスルと乗り入れて車を預ける。時間のロスもなく、大変スマートっすね。もちろんお店が責任を持って保管しているので、駐車場のセキュリティを気にする必要もありません。新車保証はトヨタを上回る、レクサストータルケア。新車登録日から3年間、点検及びメンテナンスが無料。1ヶ月点検、6ヶ月点検、12ヶ月点検、18ヶ月点検、24ヶ月点検、30ヶ月点検が全て無料。これらの点検の中でメニューとして含まれているオイル交換やオイルフィルター交換、ワイパーゴム交換、エアフィルター交換も無料です。さらに、本来トヨタブランドの車では新車保証が3年あるいは5万キロメートル。どちらか早く来た方です。それに対し、レクサス車は5年あるいは10万キロメートルで、トヨタなら最長でも車検1回分。軽自動車を除く新車の車検は3年目。なのに対して、レクサス車は車検2回分。継続車検は2年おきなので、初回車検と合わせて5年。走行距離は倍の保証ですし、比較的長く車に乗るユーザー、長距離を走ることが多いユーザーにとっては、非常に心強い保証を受けられます。無料洗車サービスも、マイレクサス店だけでだと思いますが、洗車を頼めば無料でやってくれます。洗車は手洗いで行うそうです。そのためのアルバイトも雇っているんだとか、同じクラスの高級車を買ったとしても、確かに内外装が高級で車も高価ですが、これだけの保証もついてくるのならば、いざという時にどれだけ安上がりか体験できますね。そうだ、レクサスに電話しよう。レクサスオーナーズデスク。
レクサスオーナーズデスクとは、簡単に言えば、プラチナカードのコンシェルジュサービスのようなものです。レクサスでは、レクサス車に乗ることで起きることすべてに対してと言ってよいほど、オーナーズデスクからの24時間サポートを受けられます。事故や故障などレクサス車に関わることはもちろんですが、カーナビの目的地設定からお店やホテルの予約、航空券の手配など、レクサス車で出かけた先でユーザーが困らないよう、電話一本で様々なサポートや助言も、レクサスに装備されている通信機能を使ってレクサスオーナーズデスクのオペレーターに連絡すると、カーナビの目的地設定、はもちろん、行きたい場所の検索やリサーチや紹介、や、レストラン予約、ホテル予約、さらには、フライト予約、などプラチナカードのコンシェルジュバリのサービスを24時間365日提供してくれる。しかもオペレーターがカーナビを遠隔操作をするのだ。出先で急に何か困ったら、とりあえずレクサスオーナーズデスクに連絡できるので心強いサービスですね。Gリンク。次に Gリンクであるが、これは複数のサービスを束ねた総称で以下のサービスがぎっしりと詰まっている。Gリンク、エージェント、AI との対話で情報検索。Gリンク、Gセキュリティ24時間365日車見守り隊。Gリンク、レクサス緊急サポート24、24時間故障など対応。Gリンク、ヘルプネット、事故や急病時にヘルプネットセンターにつながる。Gリンク、リモートメンテナンスサービス。メンテナンス情報の双方向通信。 Gリンク、マップオンデマンド地図最新版への自動更新。 Gリンク、Gルート検索、渋滞予測、ビッグデータ利用による最適ルート検索。オーナー特典を受けられるレクサスオーナーズカードは、新車、認定中古車ユーザーのみ。他にもたくさんある素晴らしいサービスの数々、場合によってはそれぞれの店舗オリジナルサービスまであるというレクサスの特典ですが、レクサス車に乗っていれば誰でも受けられるわけではありません。サービスを受けるためのレクサスオーナーズカードが発行されるのは、新車またはレクサス認定中古車を購入した人だけです。そうした人だけが、レクサス公認レクサス車ユーザーとして、ご紹介したような特典を受ける資格を得られます。特典というよりも、もはや、特権、と言えるかもしれませんね。今後は、どんどん AI が進歩して、車の利用の仕方も変わってくるでしょうし、車に対する満足度も変化していくでしょう。車の将来は、優れた AI がついている車がユーザーの満足度を高めることになり、現在のレクサスはその初めの一歩なのかもしれませんね。私もレクサスオーナーになりたいっす。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。